皆様どうもおはようございます。久保塚さんの木と申します。よろしくお願いします。本日はママ、ようやく出会えたママ、ということで銀千代さんよろしく。場所はこちら九州征伐で、条件はですね、まず本陣、敵本陣入る前に、島津家久義弘俊久をぶっ飛ばすと。で、敵本陣に入って再出撃するんで、こいつらが。で、家久、俊久、義弘の順番で倒す。以上。まあ、ステージ1なんで簡単でしょうと言いつつ、テイク2です。はい。なぜテイク2かと申しますとですね、先ほど鼻水が止まらなくてですね、さすがにちょっと音が汚すぎたんで、もう一回やります。我らは島津を倒し、それだけです。はい。あれなる、島津の次男、義弘です。ああ、むしろ次男なんだね。鬼島津と恐れられております。知らんかった。また鼻水出てくるわ。なんかゲームすると鼻水出てくるんだよな。ゲームやめると鼻水が止まるんだけど。なんなんだろうこれ。病気かな。ゲームアレルギーかもしれん。ゲーアレ。かわいこちゃんが来たよ。馬の身になってみる、馬の身。あ、かわいい。この割れ方おかしくない？これ。頭も割れてないとおかしいでしょ。やるな。そんな真っ二つに行ったら。かわいすぎない？ちょっと。女か。女か。女ではない。立花だ。かわいすぎる。結婚しない？もう、ママ。いや、長年母性を求めてたけど。物心ついたあの日から母性を求めてたけど、まさかこの群雄割拠、人を殺めれば殺めるだけ評価されるこの時代にママがいたなんて。可愛すぎる。この唇がぷっくりしてるのがいいよね。髪型も可愛い。で、このクソダサいゴミみたいな仮面つけてる、これも可愛い。もう全部可愛い。何これ。雷が落ちてます。しかし当主となるため、何なんだこの写真は一体。不思議な写真、これ。待ち受けにしようか。お、なんだこいつ。もみあげと鼻毛がくっついてるぞ。どこの、これどこのあれだろうな、床屋でセットしてくれるんだろう。顔剃りがあるところ俺全然行ったことないんだよな。行きたいわ。美容院だと顔剃りしてくれないじゃん。床屋とかだとね、顔剃りしてくれるけど。なんか髭剃ってもらうの気持ちいいらしいから、ね。行きたい。そういうところでやってもらってんだろうな。もみあげ鼻毛セットでお願いしますと。かしこまりました。鼻水が結局出るんだな。立花は敵に一切容赦せぬ。第一話かわいい。九州征伐。オッケー。完全なる勝利を。おお、任せいせい。もうさっき一回やったからもう要領は全部わかってる。任せいせい。とりあえずこの勝負は俺の鼻水がいかに出ないかだけの勝負です。まずは道だけ。武器はまあ何が強いかよくわかんないけど、まあ何でも強いんでこの人。これでいこう。技能はこんな感じということで、はい、感じ在庫です。ふむふむ、よし、構わない、いこう。シャキッとやっていけばいいんだよ。シャキッとやっていけば噴火しおるんで、ここサクッといこう。サクッといきましょう。サクッといくことで動画容量が短くなると。まあ、スタートした時点でもう4分近くかかってるけど。はい、何どんぐらいかしら。かわいそうに。マナーはねめっちゃ強いです。まずこのチャージ6振っときゃなんとかなる。間違えたけど。うん、強すぎ。なんだっけこれ、なんかアクション。ああ攻撃強化か。そうか、あったな、そんなの。そう、攻撃も強化できると。まあ、とりあえず順々にやっていくし。かっこよ。はい、強すぎ。裏も回れます。早すぎて裏も回れます。鼻水が出てきます。これどうしよう。どうしたらいいの。なんでゲームしろと。なんかぶつかっちゃった。このね、この子ね、
やばい、くしゃみ出そう。この子、三国武装みたいなキャラなんですよ。あ、ごめん、くしゃみ出る。ちょっと待って。もうさっきと一緒だ。結局、くしゃみと鼻が止まんなくなるゲームをすると。なんなんだろうな、これマジで。ゲームしたら出てくるんだよ。なんかそういうアレルギーあんのかな。あと調べてみよう。鼻がマジでムズムズするんだよな。触んないで。すひこすぎる。なんかスキルゲットしたぞ。はい。デデデデデで、下回って鶴が押すやつしよう。それが良き。はい、やめろ、死ね。で、なんと無双も強いんですね、この子。丸を失敗勝てるっていう。あー、強すげ。どうな、おっさん消えたぞ。消えた。空高く飛んでいらっしゃる。かわ、声もかわいいんだよ。あれ、あ、息もゲットだ。なんか馬がゴミになってる。俺の馬どこ？まずは満足。馬パクられたんだけど。ちょっと待って、やばい、くしゃみが出る。どうしよう。新しいゲームアレルギー、ゲームアレルギーになっちゃった。いた、俺の馬、君を待ってたんだ。ここにもいたら拠点が。まあもうさっきの話に戻るけど、これ三国武装みたいなキャラクターで、チャージ5で敵を打ち上げ、チャージ6がまあ攻撃範囲の広い技で、チャージオンで敵を吹っ飛ばすっていう、そういう強いキャラなんです。ちょっと鼻かみます。ちょ待って、鼻かんでるでしょ今。まだ子供が鼻かんでるでしょうか。ちょ、何なんだよ、一回にまとめろ。ムービーはおい、なんかこれね、ガードなんか割れるんだよね。なんでこんなガード割れるのかわかんない。これガードじゃないと思うんだけど。これもなんか割れるんだよ。なんかみんな食らってくれる。ほら。なぜなんだ。打ち上げ。あー。よし。完璧じゃないか。みんな倒していく。こうすると、なんか伏兵みたいなの出てくるんだよ。おい、結局鼻が止まんねえぞ。もうやめよう、このゲーム今日は。もうダメだ。鼻が止まらん。みんなこうやってなんか負け惜しみを言いながら帰っていくんですよ。おう、切れてる。一族の痛み。ぶち切れていらっしゃいます。伏兵も俺はぶっ飛ばしてる。目障りだから。喧嘩売ってきたやつは全員ぶっ飛ばす。それが立花流ママ。はい。ちょ、やめて。ムービー攻めやめてください。攻撃が止まるんです、毎回。あれ？なんか三角が出なかったよ。いいよ。よし。上のやつをぶっ飛ばしとこう。倒さなくてもいいんだけどね。もう本陣行って条件満たしてもいいんだけど、俺は許さない、こいつらの生存を。ママだね。超強すぎ。超強すぎ。もうママね、全てのステータスが高い。もう強さ、まあ、強さもあれだよね。パワー、スピード、攻撃範囲、そして可愛さ、すべてが揃ってる。足りないもの何もないんだよ。なんだこいつ。
ママになんて口聞いてんだ。いた、なんか沸騰されたんすよ。ワイの馬どこ行った。強さってのは当たった。もっと奥から湧き出る。なんだこいつ。何が言いたい。橘は強い。うむ、それだけだ。ジャストドゥイットよ。しさあ、こっからが、こっからちょっと難しいんだよ。順番に倒さなきゃなんでいいから。家久、俊久、義弘ね。最後の花紙さして。の危機じゃ。何を失ってはならぬ。行くぞ。まず家久。家久をぶっ飛ばす。戦わん。我が首。行くぜ。取ってみよう。一族の追い敵始末。待て。立花の名誉にかけて撃つ。イッサ、これだけぶっ飛ばしていけるの。あ、お前じゃねえ、お前イッサじゃねえ。いくぞ。なに、オッケーオッケー。で、トシヒサ、トシ止まれ。トシで、ちょっとトシ、トシこっち来て。オッケーよ。で、この鼻毛白髪おじさんをぶっ飛ばさないといけないけど、この義久がお先に倒しちゃうと終わるから、なんとかこっち、これ持ってきたい。いいよ、これ持っていく。うますぎる。なんだこいつ、ちょ邪魔すんの後ろから。殺すぞ、やばすぎる。いいよこれ、なんかこれガードされんのこれ。なんかパワーアップしたんだけど、おじさんが怖いわ。いや強すげえおじさん。はぁ、もうやっちゃうよ。 OK、 まずいこれ。ちょ、あいつ巻く前に、ちょ、なんか馬しょぼくなったけど、馬がおっせぇ。もういいや、これでいくか。なんかゴミみたいな馬になっちゃった。なにこの馬、エンジンついてるこれ、ちゃんと間に合いますこれ。終わってんだけど、スピードが歩いた方が速いんじゃないこれ。どこに向かってんのあいつ。まず俺が輸送部隊ぶっ飛ばさないといけないの。ちょっとどいて。こんにちは。よし、誰も相手してない。よし、いいでしょうこれで。何これ、なんか上誰か戦ってない。あ、戦ってないか。さあ、あとはクリアするだけよ。まあ、たまには遅い車でもいいんじゃないって。久保塚そう思います。それもまた良き。しっかし遅いなこれ。やる気あるこの馬。お前ほんと怒るよ、さすがの仏の窪塚も怒りますよこれ。よし、じゃあな、よし。終わり、これで終わり。島津もこれで豊臣に従う。天下統一は目の前じゃ。はい、ただダンタ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 ン、なんか雷出てますね。むしろしよ、かっこよ。教授を持っていらっしゃるこの人は。いいよ。あー、かわいい。いらねえ、いらねえ。なにこれ、かっこよすぎ。体力、攻撃がちょっと、あー、いらねえな。なんか必要ないんです。お、なんだ、シナン3ゲットしたんだけど。あー、レベルアップでゲットしたやつか。はい、ということで、もう鼻が限界なんで、今日はこの辺で終わろうと思います。皆様、ありがとうございました。さよなら。